はいどうも、りょうへいです。お願いします。本日もモンタナスポーツさんで撮影しております。ありがとうございます。本日は、おっと思っちゃったものがあったんで、食いついちゃったものがあったんで、ちなみに言うとグローブなんですけれども、そちらの方、紹介していこうと思います。そのグローブが、はい、こちら !SSK のプロエッジのグローブとなります。なんだこれ、なんだんこれでも、プロエッジ、うん、プロエッジだけど、ピンク、茶色とピンク、すげえ、なんだこれ。SSK、なんか、この前も、モンタナさんでグローブ、SSK の、ちょっと柄入りというか、グローブをご紹介させてもらったんですけど、また SSK さん、やってますね、これは。すげえ。ここだけですよ、ここだけ。他の紐は全部茶色。上の紐と、指先部分だけがピンク。どういうことっていう。普通ピンクだったらピンクで全部統一するじゃないですか。それがなんと本当に先っぽだけピンクとなっています。ちょっとはい、はめさせていただきます。前回のグローブ同様、指入れた中のクッション性というのは結構あるグローブだなって感じますね。で、グローブの型自体の特徴は、順巻きになっていて、ここが中心となるような、本当にウェブ下が中心となるような、ポケットをしているグローブとなっています。で、軽いですね。軽いのと、あと親指がしっかりと立っているグローブっていうイメージがありますね。なんで、結構親指残しでこういう動き方をする。大げさに言うと。こっち側を主に動かす。親指を使わずに残して、こういう大げさに言うと使うグローブでいいんじゃないかなっていう型をしています。はみ出しが、玉はみの同色ですね。で、これ SSK さん本当にウェブ面白いですよね。ここ H ウェブなんですけど紐になってる。確かなんですけどロビンソン科の選手、メッツのは確かこういうウェブを使っていたんじゃないかなといったの感じがします。記憶がちょっと定かではないんですが、これ聞いたんですよ。アポロチョコをイメージして作ったらしいんですよ。なので、限定品です。アポロチョコの限定品グローブ。いやー、美味しそう。シンプルに美味しそう。しかもね、ピンクなんかまあ見ないからね。定番品で。もう本当にだから、言われてみればそうですよね。言われてみればアポロチョコですよね。茶色、チョコレートの部分に、イチゴの、先端のイチゴのピンク。あれですね、ここの H ウェブの、ここもピンクだったら、とんでもないアポロチョコになったんだろうなっていう感じがしますね。いやー、デザイン性抜群すぎでしょ。奇抜すぎでしょ、これ。なんか、逆に、こういうグローブの方が、なんかカラフルなグローブよりかも、こういった渋い茶色系の、革に、こういっためちゃくちゃ派手な、もはや蛍光に近いようなピンクを採用することによって、より派手に見えるんじゃないかなっていう。まあ結構ね、僕思うのが、4色5色ぐらい使うと、ごちゃごちゃってするときあるんですよ。シミュレーションしてても、なんか違うなっていう、ピタッとはまるっていうような感覚がたまに難しいときがありまして、そういうよりかも、こっちの方が派手じゃねっていうカラーリングをしています。いや、これね、でも、またさらに、まあ、プロエッジなんでね。まあ、質も、もちろん、めちゃくちゃいいです。革質もめちゃくちゃいいといったような感じです。あ、ここ多分限定だからかな。ここに21って書いてあるんで。2021年の限定品なのかなっていう感じがします。本当かどうか知らんけどっていう。こちらお値段が28,000円ですね。あ、限定にしては安いかも。本当に。だいぶお財布に優しい限定グローブなのかなっていう感じがします。なので結構 SSK さん特有のちょっと柔らかめ、ちょっと閉じるし、革自体も、パリッとしているような革ではないけれども、めちゃくちゃいい革質のグローブで、茶色なんでね、これ使い込んでくればめちゃくちゃツヤも出るしっていう感じで、さすがのプロエッジというグローブなので、気になった方、なくなっちゃう前にぜひ、モンタナスポーツさんへお越しください。はい、ということで、本日はこちらの SSK のアポログローブを、紹介してまいりました。なんすかこれですね、ちょっとアポロだったんで、これ何見えます？そうです。スイカバーです。ちょっとね、お菓子とアイス、甘党なんでね、僕。どうでもいい情報ですけど。そういうので、ちょっとコラボをさせていただきました。100の。はい、こちら、100のサングラスになります。そうですね、タティス・ジュニアとか、プロ野球選手も確か栗山選手とか、僕西武ファンなんでちょっとそこしか見てないのもあれなんですけど、栗山選手とか中村選手もつけてたような気がするんで、めちゃくちゃ広いやつね、ここが。だからここまで隠れるっていうサングラスで、よくメジャーリーガーの選手とか、あと自転車乗ってるロードレーサーの方とかが使ってますよね、この100。で、ちょっと美味しそうな色合いのがあったので、こちらのアポロチョコとスイカバーで撮影の方させていただきました。はい。決して勝ってはございませんと。なので、本日はこちらの、100の簡単な紹介と、アポログローブですね。SSK プロ H アポロっぽい、グローブの紹介をさせていただきました。ね。どちらもピンク。ちょっと可愛い系使いたかったり、お菓子大好きな人なんかは、ぜひぜひ、ご購入してみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、よいしょー !11 月のプレゼント企画、よいしょー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 、こちらね、浜沢のグローブ、こちら。はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、プレゼントします。これ14のかいやもうそれだって伝統の玉沢さんだからね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってれば、そうですね、言い訳だけどね。そうロン T120 飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます、磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚してって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、内野手用で、11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。